こんばんは、AKB48 ハルピョンこと橋本るのです。やっほー、ともゆきさん、ハートありがとうございます。行かない旅出てくださいだって出てます今 TVer さんで公開されてるのに出てます。第9回エクアドル見てください、はい、なんかやだ、セクシーとかエロいとかいうコメントがあってすごく嫌なんで、着替えていいですか私そういうコメントすごく嫌なんで着替えていいですか、逆に嫌だ、え、マジで無理、なんで、え、そういうので売ってないからです。多分そういうので売ってるメンバーとか、まあ売ってるインフルエンサーさんとかはきっと嬉しいって思うかもしれないけど、私はそういうので売ってないので、すごく嫌な気持ち。別にセクシーに見せようと思って今日、そうだからめっちゃ必死に髪で隠してる非セクシーに見せようと思って今日着てるわけじゃなくて、普通におしゃれとして着てるのであって、なんかそうやって言われるとすごく嫌な気持ち、はい、うん、髪で隠します着替えるのはちょっとめんどくさいので髪で隠します。ただこれ以上言われるようであれば着替えます。そうなのよ、羽織ると暑いのよね、分かってくれる？今日暑いよね。ちょっと夜ご飯食べた後のお薬を飲むのを忘れたので、というか持っていくのを忘れて普通にご飯食べた。こうやって配信しよう
肩に蛇巻いてる。髪の毛です。サプライズレバーさん、レインボーマイクありがとうございます。でも今日は写真集を3冊全部読む配信をしなきゃするって言った、今日で終わらせるって言ったからちょっとずるずる引きずりすぎ。見ていこうと思います。どれが一番セクシーなんだろう。一番セクシーなのをさ後に回したいじゃんか、やっぱり私はセクシーって言われたくないですとか言ってるのにさどれが一番セクシーなんだろうと言ってごめんなさい。そうですよね、すいません。もしかしたらこのメンバーもそういう気持ちで売ってないかもしれないから。どの写真集が一番、すごいんだろう。え、全然開かないんですけど、ちょっと「セクシーに見られるのは嫌でもセクシーを見るのは好きなのか」。いや全然。別に好きではないですけど、私が写真集見る配信結構なんか好評でやってるだけ。うん、私が多分選んでるその写真集のこの推しショットこれですみたいな言ってるやつ全部基本服着てるうん、全部基本推しショット服着てる。女性が女性のを見ても、いや別に私男性の写真集見たいと思わないうん、別にそういう意味じゃない、別に同性だからとかじゃない、普通にそこにそれを求めてないかも、何も求めてない別にそう、女子の綺麗な姿を見るのが好きだから、これは多分あのフォトカード一番上についてるんで見せていいと思うんですけど、こういうなんか自然な表情、あやなさんのこういうなんか可愛い彼女感みたいなの、こういう表情が好きです。そう、こういうのがいい。ちょっと3冊ともチラーッと見て、あすごいっていうのは最後にします。まずおお、おう、でも小田の、おお小田さんのも結構、そうですね、まあ、カトレナさんが最後かなうん、じゃ先輩に挟まれるチームエイトでいきます。はい、ということでまずはあやなんさんのから見ていこうと思います。あ、サイン入りだ、なんでえ、いらない、いらなくはないけど、そのなんていうの、いらないの、いらないのって聞く聞く方も違うんですけど、そんなサイン入りのやつくれていいんですか、私に。ありがとうございますいらないの？いらないの？って聞き方もあれですけど、
細っ。だってそうじゃない、まあ、いらないわけではないと思うけど、くれるってことはね、自分で持ってんのかな、2冊ぐらい持ってんのかな。あ、表のね、裏確かに、うん、すんって感じでした。え、嬉しいですよ。私は別にサイン入り全然めちゃめちゃ嬉しいけど、嬉しいがしかしいらないのかなって思って。細い。うちりちゃんも綺麗。あやなさんっていくつでしたっけ。96年、1月だから姉ちゃんの2個上、うちの5個上。え、見えな、かわいい。え、すごい、このショットすごい。これ初めて見る感じなんかただおちりちゃん出してるだけじゃないっていう写真がある。かわいい、マジかわいい。すごくかわいい。黄色似合いますね、すっごい黄色似合う。え、すごい、細すぎ。てかこれかわいいな、水色のニットの1枚目、水色のニットの1枚目かわいい、めっちゃかわいい感じ。ちょっとそ、あの2枚目3枚目は結構キワド、キワドだから、ちょっとキワドだけど、これさ、いつもさ写真集を見てて思うんですけど、こう見開きにドーンって出てくるタイミングってあるじゃないですか。なんかそのこのここが邪魔じゃない、わかる、このだから私あんま見開きショット好きじゃないんですよね。そう、なんか多分写真で見たら、映像で見たら綺麗なんだけど、そう、こなんていうの、冊子で見たら、そうデータで見たら綺麗なんだけど、冊子で見たらうーんってなっちゃうから、私は見開きショットあんまり好きじゃない。かわいい。え、この髪型かわいい、いつかやりたい。なんかちょっとポップな感じの、でもうちの髪の長さでやったらやばいかな。どうやってやってんだろう、この髪型。髪型見ちゃう、こっそ。やっぱビタミンカラーが似合う、こういうのはいいんですよ。こういうその顔とかに干渉してない、今メロンの写真のページ見てるんですけど、そう、そうアメリカンなショットは髪型めっちゃ可愛いから、いつか公園でやりたいと思いました。でこのあやなさんのメロンから顔を覗かせてる写真みたいな見開きの写真は、この線と顔とかが干渉してないじゃない、こういうのはいいんですよ。ちょっと腕だけ干渉してるけど、でもこういうのはありだけど、なんかドーンって人がいて体にパックリ線入ってるみたいなのが私好きじゃないんですよね。え、この顔かわいい、てかウィンクうまい、緑も似合う、緑、この緑
すごい、おーどうした、あー語彙力低下すごかった。なんか緑に、あーかわいいとか言ってたの。あ、すっごい写真来ちゃった。ほら絶対だってウエスト綺麗なのにさ、この線のせいでさ、ウエストがマジで見えない。もったいない。え、こういうのってどうやってるんですかね、どうやってるんですかね、本当に疑問なんですけど、どうしてんの。アウトだよね、もはや。待って、一瞬待って、ちょっとミュート。まあ大変だけど頑張ろうか。この間やってたとこが良かったな。覚えんの大変だけど頑張って覚えるわ。いや、ガリのポジション変わったらマジ抗議もん無理、マジで無理、さすがに、いや無理です、この間急に出たのにって言います。はい、続きいきます。あやなんさんってテニスしてたんだっけ、なんかそんなこと言ってたような、言ってなかったような、言ってたような。すごい、こんな子がテニスコートにいたらさ、集中できないですよね。うん、集中できない、かわいすぎて、かわいい、マジでかわいい。いや、表紙どんなだったかなと思って。三つ編みもかわいい。てかこの水着どうなってんだ、マジでどうなってんだ。
ニスはしたことがないそうです。あ、そうなんだ、かわいい。肌綺麗すぎない？え、朝起きたらさ、隣にさ、こんな可愛い彼女いたらさ、無理だよね。ギュって抱きしめたくなるって。うん、超可愛い。え、すごい、着てないじゃん。着て、てか、え、逆になんで着てないの？逆になんで着てないの？それは着て。確かに。確かに、なんで着てないの？え、朝起きてなんで着てないの？着てもらっていいですか？そんな顔しても無駄です。ダメです。はい、着てください。あ、これなら許されるかも。ギリここに顔のラインがあって、ここでこう切れてて、うん、許されるかもギリ。これ今ページのページのレイアウトを見てるうちは今。ここにこのその本の線があって、うん、細っ。お肉な、お腹のお肉な、どういうこと？意味わからん、マジで意味わからん。え、どこ、え、どこに脂肪っていうものを、え、お腹すごっ、かわいい、あ、かわいい。え、髪の毛暗くした？そんなことない、そんなことありそう。ちょっと暗くなってる髪色。黒も可愛い。なんかプリキュアホワイトみたい、キュアホワイトみたい、可愛い。なんか可愛いよね。何なんだろう、このなんかセクシーすぎない？可愛い、顔がさ可愛いからさ。これすごい、何このジージャン、え、ジージャンの水着とかあるの、この世の中に今。どういうこと？どういうこと？え、これはどっち、下着としての役割、これ果たしてますか？果たせてんのか。違う、え、本当に、え、どういうことっていう下着、今ここに私の面に映ってるものは、うん、え、うん、どういう下着みたいな。うん、そう、履いてる意味なくないみたいな。履いてる意味なくない？いや、なんか普段隠してるところとは別のところが隠れてる。うん、上じゃなくて下、下の後ろ、おちりちゃん、あ、かわいい。水着多め、水着下着多め、水着なのかもわかんない、下着なのかもわかんないけど、そう、な、そう、肌見せ多め。おー、すごい。あー、
ですね。私が好きなショット、マジで本末転倒なこと言っていい？本末転倒って日本語合ってんのかあんま分かんないけど、多分あのこう女子の体を見たいみたいな、そういう観点で写真集を見てる人たちはすっごい満足する写真集だと思うんですけど、私はこれが一番可愛かった。うん、初めて見せれるみんなに私の推しショット。私はこれが一番好きでした。なんか写真の構成的にもそうだし、色の感じもそうだし、あやなさんの顔もそうだし、なんかこれが一番好きです。でも写真集はここについてるので、これを買わなきゃいけない。これを買わなきゃこれはついてこない。あー、デニムあやなさんね。デニムのさ、あやなさんさ、このさデニムのさ水着下もあるんだって思わなかった？見てない？そんなとこまで。もう上で止まってる目線、あなたの、あなたの目線は上で止まってますか？ね、デニムの水着下もあるんだって思っちゃった私は。全体を見てる女だから。てか背中にセクシー、背中にほくろあんの、セクシー、綺麗。ほくろだよねこれ、違う？あれないかも。あ、え？ある？え、わかんない、これは何なんだ。でも他の写真にない。印刷かな、印刷した時についちゃったかな、もしかしたら。うん、かわいい。やっぱかわいいが強いね、あやなさんは。すごいセクシーな、結構ショットもいっぱいあるけど、かわいい強め多め、これが一番かわいい。本末転倒だから言ったでしょ。続きまして、小田さん、小田さんのはね結構あのオフショットをツイッターとかで結構見てたので、そう、どういうところで撮ってるんだなとか見てます、見てました。赤珍しいよね、かわいい。おだねりってさあんまハーフアップみたいなあんましなかったから、このさ温泉のさジャンプしてるやつでしょ、これもかわいいと思った、オフショット見てて。え、足綺麗すぎない？え？わ、いいな、こういう彼女連れてデート行きたい。この赤ちょうちん並ぶラーメンって書いてあるところではしゃいでるこの彼女連れてデート行きたい。うん、かわいい。お、湯上がり、湯上がり小田さん、鎖骨が綺麗。ほらこの線邪魔、この線邪魔、本当に見開きにしないで。
素敵、なんか美しい美って感じ。これ写真集、細っ、内臓何もないやん、骨やん。美って感じ。足細っ、綺麗。小田さんマジナチュラルメイク似合うよね、本当に。かわいい、かわいい。このメリーゴーランドの写真かわいいけど、ちょっと見開きの真ん中に小田さんいるのちょっと消せない、マジでちょっとイライラしちゃう、これ、こういうの見ると。私ほんとせっかくさ、めっちゃ可愛いショットなのにさ、真ん中に小田さん持ってくるのは分かったけどさ、そのせいでさ半分なのよ、うん、見開きアンチマジでそれ。気になっちゃう。可愛いこれ、この T シャツに渦まってるの、渦まってんのか分かんないけど、脱ごうとしてんのか渦まってんのかあんま分かんない、どっちなんだろう浮いてる、プールに、小田さんプールに浮いてる。でもこれだけさ、でもほぼすっぴんなんちゃうって感じじゃない。え、温泉すごーい、すごーい、タオルもしてない温泉入ってる、サウナね。なんかこういう見開きなら許せる、うん干渉してない、小田さんに干渉してない。サウナの風景が一面にドーンってあって、こっち側にサウナストーブみたいな、サウナなんていうの、サウナのその石とか置いてあるやつで、こっちのページに小田さんみたいなで1ページ作られてるみたいな。これはもう小田さんに、かんなんていうの、こう小田さんにこう線が入ってないから許せる。小田さんを邪魔してないから。え、マジで内臓何もない、本当に。あ、この服かわいい。え、うち推し多分これだわ、推しページ決まった。まだ全部見てないけど、サウナの次の衣装あるじゃないですか、サウナの次の衣装の水色の衣装の、水色の衣装3枚あると思うんですけど、3枚 ?4 ページあると思うんですけど、そのこっち側のページ、右側のページの、あのすごい白飛びしてますみたいな感じだけど、そのすごい、それがオーラみたいなのに見える小田さん、これかわいい。多分持ってる人いるから、持ってる人はえ、これかって思ってください。これめっちゃかわいい、この水色の服の衣装の。え、本当に私が選ぶ推しページ全部服着てんだよな水色の衣装のページの右、あの見開きじゃない方の水色の衣装の右ページの小田さん、これ私多分一番、まだ最後まで読んでないけど絶対一番決まった。他もめっちゃいいんだけどね。でも私、え、普通にてか小田エリナ史上1位だと思います、私の中での。めっちゃ可愛い、ピザ食べてる、可愛い。てかマジでメイクしてる？してないよね絶対、多分ファンデぐらいは塗ってるかもしんないけど、本当にそれ以外塗ってなさそう。
なんかでも写真が小田エリナなんだよな。こんな写真見たことないもん、他の写真集で。ベッド2つあってその間に立ってる写真とか見たことないもん。それにまたがって立ってる写真なんて。写真が小田エリナ、すごいね、かわいい。あ、これもかわいい、これも好き。見開きページで傘さしてる中華街みたいな、見開きドーンっていう小田さん、これかわいい、これ好き。うわ迷うな。いやでもこっち強いな、やっぱこれ強いわ。周り白飛び小田さん優勝、こっちが絶対優勝。これは 1.3 位ぐらい頭についてないか。かわいい、かわいい、なんか15歳ぐらいに見える。この原っぱにちょこんって座ってる小田さん、15歳ぐらいに見える。あ、この写真センスあるわ。小田さんってあんま分かんないけど、この水たまりに写ったこの写真使った人マジセンスある。でその隣にこの小田さん持ってきた人マジセンスある。このページはページで神、構成で神ですね。小田さんの可愛さというよりこのページの構成が神。神奈川と大分で撮影、そうなの。ありのまま、確かに小田さんって感じ。ファンの方からの感想がなんかちょっとおもろい。ファンの方からの感想、写真集が出るって決まった時の。ちゃんと読みたいね。なんか同期の言葉だからこそちゃんと読みたい、そう思いました。あ、ここもかわいい、いいやん、ここちゃんとしてる写真集好き。うわ肉まん食べてんのかわいい。ということで、小田エリナのファースト写真集、青春の時刻表でした。中華街のページの一番、ん？中華街の次のページの写真？中華街の次のページの。あー、へえ。私はこの白飛び小田さんだな。一番は白飛び小田さん。
ちょっとなんか写真間違ってるみたいになって。違うよ、あのなんか白飛びヨーダさん飛んでるやん。白飛びヨーダさんが一番好きです。綺麗で好き。ラスト、いやでもこんね、すごそうだった。なんかカトレナさんのはやっぱまあ AKB からさ卒業するってなるとすごいんだね。うん、なんかフィルム貼ってくれてるから見れない。すごい、小田さんも彩乃さんも。ということで見ていきたいと思います。かわいい、ポストカードもかわいい、セクシー。うわもう初っ端から、初っ端からうわです。うわ、え、人間のここをドアップにすることってあるんですか？人間のそこをドアップにすることってあるんですか？初めて見たよそんな写真。いや昔だから、2018年だから許される、許されてんのか。あるんですねそんな写真。あすごいすごい、なんかもうね、やっぱメリクも平成だから強い、ガンって。平成、ギリ平成、うん、一番やっぱすごいわ、際どい。いやもうアウト、キワドキワドアウト、キワドアウト、うん。あこの写真のレイアウトはまあ許せます、見開きだけど、見開きだけど許せるレイアウト。すごっ、膝かゆっ。そんな格好で外歩いてたの？びっくりしちゃう。でも可愛いこの私服。てかこのパンツにこのスチュールのスカート合わせるのめっちゃ可愛い。でも顔が強いからできるよね、この格好って。正直顔がこんだけ強いからさ、服を強くしてもさ顔が死なないっていうか。一般フェイスがさこれするときつい。うん、顔が可愛いからできる。え、もう見えてますけど、外ですけど、外だけど見えてるけど、いいの？この写真はこの写真はいいの？外なのに見えてるけど、まあでもオンさんのみたいな感じかな、ミヨンさんの効果線みたいな感じ、効果線の上で撮りましたみたいなやつかの感じ。これどこで撮ったんだろう、
こで撮ってるんだろう。海外っぽい街並みが。あ、絶対海外だこれ。日本にこんなとこあるわけない、うん、この虹がいいね、反射。イギリス？あ、そうなんだ。でもそれ以上下げるとピーってなります。はい、それ以上下げるとピーってなりますよはい、先輩アウトです、ピーっていうホイッスルが鳴り響く。かわいい。やっぱ顔強いな。うん、あ、この見開きは好きじゃないですこの見開きは好きじゃないです私。え、てか服着てる写真あった？でちゃんと言える服着てる写真あった？うん、あ、すごい、なんか摩天楼のあれみたい、恋愛禁止条例のあれみたい、ジャケ写みたいなのある。だって髪の毛こんにちはってやったら見えちゃうよ。やめて、やめてとか言って、やめて、お風呂入らないで。もうだって着てないじゃん。これはどうやって撮ったのこれはどうやって撮ったの、それを知りたいですね。うん、こちらも、うん、ちょっとどれもセクシーすぎて、ちょっとセクシーすぎる。全部かわいい。どれだろう、ちょっと迷う。なんか顔が強い結局は。でもこの服が一番好きだな、うちは。さっき言ったデニムに黒チュールのスカートの服が一番かわいいと思った。そう、顔が強いから似合う、強めの服。あとこのなんかグリーンフラッシュみたいな写真あの紫のベレー帽をかぶってる、お尻見えてますよっていう写真の一枚前の写真、グリーンフラッシュみたいな写真のページ、かわいい、美しい。ファンの人は好きそう。ファンの人っていうか
男の人は好きなのかもね。ちょっと私には24歳になったから見れるけどっていう写真集、これをじゃあそこら辺のヤギちゃんに見せれますかって言われたら、ちょっとヤギちゃんには見せれないかもしれないちょっと、見ちゃダメ、見ちゃダメ、ヤギちゃんって言うかも。そうね、だってまあ裏表紙がこれだからね。でもマジで可愛い、本当に顔面強い、顔面強いってこんなに強いんだなって思う。いいねいいね、なんかえ、明日のお題むずい。なんだろう。むずいな考えなきゃ、考えながら寝ます。トラック野郎さん音符ありがとうございます。マサルンさんハートありがとうございます。てつやさんハートありがとうございます。いや寝るよそりゃそりゃ発表は寝るよ。今日も可愛くて嬉しい、ありがとう。明日繰り上げ当選、あ、繰り上げ当選ってどう、なんなん？
事前キャンセルで繰り上がる。あ、なるほど。じゃあもうキャンセルです、僕私って言ったら、もうそのキャン待ちの人から一番から順にどんどんどんって入れるってことか。なるほど。今日はてか今日ね、みんなまあ昼見てない人もいるか、あの美容院に行ってきました。はい、前髪とか切ってないし色も変えてないんですけど、まあ、昼とまず前髪が違うじゃん。前髪やるのめんどくさいとか言ってたのに前髪やられてるじゃん、ちゃんと。それ見て、あと髪の毛もちょっと切った、ちょっと短くなったの、ほら。だからツインテールもちょっとこっちじゃ分かんない、こっちにしよう。気持ち短いのよ、ほら。多分上で結んだらより分かる、ほら気持ち短いのよ。やっといけた。え、てか5センチも切ったんだけど。いや本当はあと5センチ切りたいぐらい傷んでるって言われて、そう、私もあと5センチ切ろうかなってめっちゃ悩んだんですけど、さすがに美容師の人が止めてくれました。あとこんぐらい切ろうかなって思ったの。だから10センチ切ろうかなって思ったの。でもさすがに止めてくれた。いやそう、まあ切ってないしカラーも入れてないからあれだけど、ね、髪の毛かわいそうですよねって話を美容室の人としてて、かわいそうですよね私ってそう、ずっと行きたかった宿毛ストレートパーマをかけてきました。やっぱマレーシア語に行かなきゃというか行きたいなって思ってたので、マレーシア語からずっと行けてなくて、やっと行けました。色はもうドラマが終わるまでちょっと入れれなくて、めっちゃもう色入れたいんですけど入れたいっていうか、このねプリンをねまずなんとかしたいのと、そう、でもせっかくプリンをなんとかするなら色入れたいじゃないですか、ちょっと暗めの色。そうだから入れたいんですけど、ドラマが終わるまで色は入れられないので、本当に嫌です。でも5センチ切っちゃってもまあ、バレない。だってみんな分かんなかったってことでしょ。しかもうち三つ編みしちゃうし、うん、分かんないってマジで。全然分かんない。切った大丈夫、5センチも切っちゃったけど、そんな感じでようやくやっと美容院に行けました。もう3ヶ月ぶりです美容院。髪キッシキシパッサパサだったものがこんなにサラサラになられて、見てすごい、美容師さんって天才かも。動かへん。
当に嬉しい。こんだけサラサラになるとね、幸せ極まりない。てか逆にどうやったらあんなに汚いとか言っちゃダメ、でも汚い髪だったんだろうって。そう、まあ、マレーシアでね、水浴びたっていうかシャワーしたっていうのも多分大きいとは思うんだけど、それはね大きいとは思うよ、さすがに。でも良かったです、こんだけ綺麗になったので、このツルツルをキープしていけるように頑張ります。そう、なんか気分が上がってた、もう美容院帰り、すっごいなんか嬉しいみたいな気持ちが多分すごい強くて、終わった後にご飯食べに行って、まあ、何食べたかは後でリバースします。ルンルンでしたね。嬉しいもん、やっぱなんかみんなも美容院行った方がいい。気持ちが上がる。なんか嬉しい、なんかこんな、なんかあんだけキシキシだったのにこんなツヤツヤになるんだって思ったら嬉しい。本当に痛み出そう。フロストさん、キリさん、ハートありがとう。髪色素敵、ありがとう。もう全然3ヶ月前の髪色だけどねこれ、うん、ごめん、プリンすぎる。え、逆に伸びすぎててプリン綺麗ですねって美容室の人に言われた。やばくない伸びすぎててプリン綺麗ですねって。
そんなことある？そう、なんか上だけちょっと黒いみたいな、そういうスタイルみたいな、むしろ綺麗みたいなむしろこれで綺麗みたいな感じ。そうこうやって染めましたみたいな。あとみんなと喋ってる間に急にインスタ載せました。はい、リバースにリンク送っとくね。一生さ、でも今日聞いたのよ、ヘアアイロン何がおすすめですかって。ちゃんとそれでも一生悩んでんだけど、マジでどうしよう。こっちにしようかな。でも私が今悩んでる3つで悩んでるんですけど、 A の方が安くて、でも A と B はほぼ一緒の商品なのよ。もうなんかで、その A は割と美容室向けみたいな、美容師さん向けみたいな感じで、コードが長かったりとかするんです。そうで、 B は本当にほぼ一緒の製品だけど、コードがまず短いっていうか、その通常サイズ。そう、 A は美容室用だから、美容師さんはよ基本めっちゃみんな使うみたいな、めっちゃその美容室の人に聞いたらこれがいいって言われて、へーってなった商品。C は、まあ、私がそのこれまで使ったことあって、
使用中に誤作動で温度が変わってしまう、それはやだな。どうしよう、悩むマジで。でも、A にしようかな。その A と B で、もともとの値段は B の方が安いのよ。そう、でもなんか多分その A は結構いっぱい売られてるからこそ、あとその家庭用じゃないから、そう B っていうのが出てきちゃったから多分ちょっと安くなってて、 A と B の違いは6ヒデヨぐらい、11ヨ1ヒデヨぐらい、6ヒデヨぐらいなんですよ。だから6ヒデヨでコード長いっていうデメリットを取るかそう迷ってて今。6ヒデヨでコード長いか。あと B の方は白で A は赤なの、だからちょっと6ヒデヨで白、延長したいわけじゃないの、違うの、長すぎて困るの、そう逆なのよ。ちょっとママにも聞いてみよう。6ヒデヨで そうなんだよね、長いとねちょっとね邪魔だよね。今使ってる、ちなみにこのサロニアって何メートルぐらいなんだろう。多分 2.5 だな。だからこれにプラス1メートルされるってことでしょ。ちょっと長すぎるんじゃないか。あとこのロック機能ついてないんですよね。そう、それはちょっと難点。
そう、閉じれないの嫌ですよね。でもまあ最悪別にこうやって、あ、これをこのこうやってなんかゴムとかでシュシュとかね、持ってるやつでぐるって巻けば、まあコードと一緒に巻けば別に何の問題もないのかなとか思ったり。そうなのよ。でも性能は断然 A の方、赤色のやつの方がいいの。そう、赤か。まあでもいないよね、持ってない、みんなあんまり持ってないからこそ。人とは被らない。もうサロニアはみんな持ちすぎててそう、誰が誰のってなる。でも美容室の人おすすめは赤色なの。で赤色だとまあマイナス6ヒデオ。早く買いたい私は。早く買った方がその分髪にダメージ少なくなるじゃん。だから買うなら早く買いたい。まあ、多分今はねストレートしてるからあんまストレートやんなくてもいいんだけど。赤か。そこだな。難点。あ、6ヒデオで、いやいい、どっちもいいものなのよ。多分性能的には本当にもう似たり寄ったり。本当に一緒。ただその A の商品が一般家庭向けに発売されてるのが B みたいな感じ。そうだからコードもちょっと短くなってるしみたいな感じ。なんかその6ヒデオでデメリットとしてはマイナス6ヒデオのデメリットはコードが長いのと赤っていう難点。でもプラス6ヒデオでコードと赤、コードと色かみたいな気持ちにはなるよね正直。なんかわかるかな。なんかそれにその6ヒデオでもうちょっといいなんか性能がついてくるなら6ヒデオ出したいって思うかもしんないけど、コードと色のために6ヒデオ出すかって言われたら我慢するかなみたいな気持ちになっちゃうのよね。
現実的、現実的っていうかやっぱ安い買い物じゃないじゃない。だからね、ちゃんと買いたい。丁寧に買いたい。ちょっと待って、サロニアの、サロニアコード何メートル、コードの長さ 1.9。 あ、これの2倍の長さになるってこと？マジか、長いな。そうですよね、 3.5 ってことはまあこれの2倍ぐらいになるんだよね。だいぶ長い。でも今日その美容室で使ってるこうやつが、その今迷ってる A の赤色のやつなんだけど、それ見せてもらったけど結構長いなと思ったんですよね。そう、ここでこうやって使う、まあでもここでこうやって使う分には正直別に長くても長くなくてもここに垂れてるだけだからいっかとはなるよね。うん、こうやってずっと悩んでるの私、本当に。一生悩んでるのよ。いやでもパナソニック終わり。って出せればね。あ、でも海外対応してんのはパナソニック。うわ、そう、でも5段階、あ、マジで迷ってる。キムジョダブルはもうずっとこれやばいよね。え、経費で落ちたいよ本当に。落として、あ、そうだ、ダブルはこのハサミがダメなんですって。ダメっていうかハサミがなんかあんまり良くないって、うん、まあでも海外の時だけサロニア持ってけばいいもんね。最悪サロニアは使えるんで海外で。そう、でも言われたの、そのメイクさんじゃないや、あの
言われて確かにと思ったのは、あやなんさんの誰ですか、あやなんさんに私が写真集見ながら配信したって言った人は。誰ですか、やめてください。え、やめてもらっていいですか、恥ずかしい。あやなんさんから LINE 来た、恥ずかしいって。ちょっと今アイロンの話してたのに。ちょっと配信終わったら返そう。誰ですか、ちょっと待って、自然チーク。ちょっと言ってるじゃん、私いつも本人には内緒だよって。ヘアアイロン経費で落ちるか聞いてみよう。やばい、それはやばい。それはやばい。めっちゃおもろい。それはめっちゃおもろい。やめて、そんな久しぶりに連絡来て返信してヘアアイロンって経費で落ちますかって、嫌でしょ。ありがとうございます。ちょっと後で LINE 返信します。どうやって伝わったんだろう、すごいな。世の中ってすごいな。ねえ、私のヘアアイロンの話みんな聞いてよ。どうしたらいいの、あ、そのあどうしよう、なんか言ってたのは、その人が、そのメイクさんじゃない美容師さんが言ってたのは、パナソニックはいろんなメーカーを作ってるじゃない、テレビだってパナソニックだし、私が使ってる美顔器だってパナソニック作ってるし、エアコンとかも作ってるのかな、冷蔵庫とかもいろいろ作ってるじゃん。そのいろんなものに特化したものから出てるいいやつと、アイロンだけを作ってますっていう会社のいいやつと、どっちがいいと思うって言われて、はあ、確かにみたいな。信頼と実績があるのはパナソニックじゃん、どう考えても。私の中での信頼と実績はパナソニックなんですよ。でも確かにそう言われたら、そう言われたらいろんなところに手出していろんなのがいい製品よりも、もう一個に集中してそれがめっちゃ強いみたいな製品の方が確かにいいのかもなとかって考えたら、なんかめっちゃもう迷っちゃってどうしようって感じ。今それですごいずっと迷ってる。まあもちろんそのラディアントっていう赤色のやつのところもいろんなのを作ってはいるんですよ、ドライヤーとかね。でもその紙のもの、ドライヤー作ってんのかな、もうドライヤーを作ってないかも、もはやもうアイロンしか作ってないかも。カールアイロンと細いアイロン、8ミリっていう本当に細いアイロンしか作ってないかも。シルクプレートがいいのか、
ナノイーのイオンプレートがいいのかどっちがいいんだろう。どっちがいいんだろう。でもそのメイクさん、メイクさんじゃない、その方、その美容室の人に言われたのは、絶対にもう本当にいいやつを買いたいなら、あのゴユ基地飛んでくやつだよって言われました。ゴユ基地でもゴユ基地は無理。もうちょっと考えます。わかんない、明日には買ってるかもしんないけど。、うん、もうちょっと考えます。ということでランキングいきます。すいません、こんな最後ヘアアイロンの話でごめんなさい。もうずっと悩んでる、1週間ぐらいずっと悩んでるの。そう、聞いてほしくてみんなに。1位サプライズレバーアットピョンズさん、2位ユタパパ007さん、3位トラックヤロアットゴリさん、4位鉄道のエイトアットピョンズさん、5位ともゆきさん、6位鉄也アットハルピョン大大大好きさん、7位竹兄さん、8位バンバシさん、9位長月さん、10位ナンスのさん、11位イバジュンさん、12位ワタリさん、13位マークーンさん、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。アイロンね、買ったらこれにしました言いますね。はい、まあ多分、まあ、何色使ってるかで分かると思う、白か赤か。何色使ってるかで多分分かると思うんで、よろしくお願いします。明日は午前中に配信をします。ちょっと午後からレッスンからの公演でちょっとバタバタ忙しいピーマンな女の子なので、よろしくお願いします。ということで、それでは明日も頑張る、ありがとう、最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5669盛り上がりの皆さんに聞いてきたらお届けしちゃう、台湾県出身ハルピョンこと橋本アラナでした。もしかしたらあのなんか時間あったら昼とか昼過ぎとか夜にチラッと配信するかもしれないんですけど、まあ、基本午前中だと思っていてください。午前中は絶対やります、約束。それではおやすみなさい、またね、バイバーイ、ハート。